日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は皆さんに、おじゃんになるという言葉を紹介します。物事が途中でダメになってしまうことを、このように言います。やや交語的な言い方で、どちらかというと、若い人の間ではあまり使われない言葉です。使い方は、例えば、 今年は梅雨明けが長引いていい。てるらしい今週末晴れたら家族と海へ出かけるつもりだったのに計画がおじゃんになった準備にもう少しかかりそうなんだできればもう少し律子さんを学校に引き留めておいてくれるかい今バれたらせっかく計画した彼女のためのサプライズパーティーがおじゃんになってしまうというように使いますところで例文で使った いという言葉について詳しく知りたい人は第153回の放送を聞いてみてくださいねそれにしても「おじゃん」という言葉はなんだか響きが面白いですよね一見すると擬音語のようですがこの言葉の由来は実は火災に関係があるのだと言われています江戸時代火災を知らせる際には「繁昌」という小さな鐘を鳴らしたのだといいますが 火を消し終わったことを知らせるときにはこの反射を2回ほど鳴らしたのだそうです。その音がジャンジャンと聞こえたことと火事が起きると何もかも燃えて台無しになってしまうことからこの言葉を使って戻ることがダメになってしまうことを言うようになったのだと言われているのだそうです。ところで江戸時代には鉄筋もコンクリートもなかったので 家といえば木造でした。また、人口もとても多かったので、家同士も密集していましたから、一旦火事になると燃え広がるのも早く、とても大変だったのだそうです。また、火事と喧嘩は江戸の花、なんて言葉もあったそうで、江戸の町、つまり現在の東京では火災自体とてもよく起こったのだと言います。 江戸では約270年間の間に1800回近くも火災が起こったのだと言われていますちなみに現代では火事が起こると消防士さんたちが消防車という真っ赤な大型の車に乗って出動し火を消すため消火活動を行いますが江戸時代には火消しという人たちが活躍したのだそうですよさてどうだったでしょう 皆さんの国では、消防士さんたちの乗る消防車はどんな色をしていますかまたぜひ教えてくださいね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。